はい、お疲れ様です。今回の Google マップポツンと一人旅は、まあ、忘れられたね貴宝院さんに訪れてみようかと思います。まあ、ここはですね、尊い法の院と書いている宗教施設なんですけども、もうここ廃業してると思うんですよ。こういう風なね、山の奥にあるわけですけど、これ実は私ね、行ってるんですよね、過去に。で、こちらの方に写真も掲載してます。写真5枚ありますので見てみましょうか。まずはこういったなんか石仏がありますね。これが本尊ではなくて、これが入り口に建てられているこう石仏なんですよね。ここが入り口と言ってもいいかなと。で、私がここでね、向こうの方からバイクで来て、ここにバイクを置いて歩いてこうね進んでるところです。で、そうするとここに三尊みたいなのがあって、で、まあ、私がねなんか佇んでいるところがありますね。はい、それでこんな感じで近くの写真があるんですけども、これただ近くの写真というだけで、ここが貴宝院さんじゃないんですよね。で、こちらの方で私が口コミを書いてますんで、こちらの方から見てみましょうか。これはストリートビューか、これじゃないですね。もっと見るで、これですね。こちらの方から展開していきましょうか。あれ映らないですね、すみません。どうやるんだ。はい、こちら、あれ写真がね反映されないですね、どういうわけか。なんでだろう、これでしょ。あ、ダメですね。どういうわけか写真が出ません。怪現象でございます。せっかくね、これ写真、これを見せたかったんですよね。こちらの方なんとか見せる方ないんですかね。口コミの編集でどうでしょう。ああ、ね、ちょっとこれが反映されないみたいです、どういうわけか。こういう風にやらへんか。ああ、これね、こうあってこうあって、ダメですね、やっぱりね。投稿した写真が見れなくなってます。こちらの方を見せしたかったんですけどね。これが、まあ、本尊と言いますかね。で、これ入り口にあるやつ、これが三尊です。ここなんですけども、ちょっとこれ改めて現地行ってみますわ。すいませんけどね。はい、じゃあ今日はなんとも中途半端な形になりますけども、 Google ポツンと一人旅、貴宝院さんでした。こちらは廃業されてると思うんでね、もう何もないと思いますけども、取り壊されてるかもしれないですね。以前私が行ってから5年ぐらい経ちますからね。はい、それでは。